花荘の乱は、戦国時代の天文五年に起きた、駿河国の守護大名、戦国大名でもある今川氏の家騒動。花荘とは、静岡県藤枝田市の地名で、現広江元村が挙兵した地にちなむ、あるいは恵ぐみ元村が、下荘山返上、三寺の十字であったことから、家蔵殿と呼ばれていたからとも言われる。着流の聖武商法らが勝利し集結。 足利氏の士族である今川家では文明8年に東都海で今川義忠が戦死した後にも家督をめぐり一門州と有力機官との争いで家中が分裂する騒動が起こっておりこれは幕府申止次州の伊勢政治の仲介で長京元年に今川氏家への家督相続が行われた氏家は守護大となった政治に支えられ当主の総主権強化に努める 文国法である、今川が,がな目録を制定して、家中を統率。自身の死後の内向を防止するため、着手竜王丸への家督相続を確実にし、大英三年には、京都の県任寺から大元節祭を招き、伊豆の薫る菊丸を養育させ、大英五年に、特度させて、富士軍、瀬古の全徳寺に入らせる。宇治地下は、翌六年に死去し、着手宇治テルが、今川家当主となる。 ウジテルの時代には、対立していた会の武田氏と和睦し、一門衆や有力機関の合議性を確立させ、文国統治を整備する。だが、三河で松平氏が活動を強めると、主政であったウジテルは、三河を放棄し、改進行を計画。大元節祭と共に刑で修行していた弟の聖武、将法を呼び寄せる。天文年月日、当主のテルと、 上位継承者である弟の彦五郎が急死する。家中での影響力も強かった、宇治地下聖室の寿葛らにや大元切祭、重臣たちは、聖武、将法を現属させ、慶の足利将軍から返旗を賜り、吉本と名乗らせる。さらに甲の武だけどは僕を成立させる。家督を継がせようとするが、今川家の有力機関で、とうとう海、 会の方面の外交や軍事を司っていた福島市が反対。福島市は宇治地下の側室が福島女子の娘で外籍にあたり、この現広江元部を擁立して対抗した。5月24日、ことぶき勝ラには、めぐみ元部派の福島越前守ると面会して、説得を試みるが失敗。翌25日、めぐみ元部派は苦農場で挙兵し、 駿が府中の今川間を襲撃する。今川間の守りが固く襲撃が失敗すると、恵ぐ元武派は、片の上場、花草城を拠点として抵抗、遠藤海などで同調する者も現れた。吉本は、相模のご法上氏の支援も得て、6月10日に、岡部地勝長方の上場を攻撃、落城させる。ついで、恵ぐ元武のこもる花草城を一斉に攻め立てた。 めぐみもとむは支えきれずに逃亡、瀬戸谷の不問寺で自陣。遠う海での戦闘も収束すると、吉本は自身の家徳相続を宣言し、総主権強化に努める。宇治てると彦五郎が同じ日に没したことから、毒殺などの暗殺説もあるが、勝山家には、相模、駿河に隣接する会、鶴軍で天文5年に薬病発生の記事が載せられていること。 天文5年2月に、宇治テルが、彦五郎や、霊勢ためわを同行して、小田原城の北条宇治綱を訪問していることから、一緒に行動していた宇治テルと彦五郎が揃って、この前後のことぶきかつらにの行動については、資料の解釈によって様々な見方があり、彼女が商法ではなく恵み求む擁立に、同意していたとする解釈もある。ことぶきににに関する解釈が錯綜する背景には、 花草の乱語も、ことぶきかつらにつけの奉行に、福島八郎左衛門の名前が見られ、彼女が乱語も福島一族を徴用していることによる。ありがとうございます。